はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。トバンです。西です、今回はですね、自律神経チェックをもう一度ですね、動画の、一つの動画としてまとめて、皆さんに発信していけたらなというふうに思っております。はい。はい。で、昨日のライブでやったと思うんですけど、うん、それをちょっと分かりやすくまとめてやったんで、昨日ちょっとアーカイブだと長すぎるんで、ちょっと短くまとめようということで、今日この動画出すことにしたんで、まだできてない方、もう一度やってみてください。それでは、はい、ちょっと昨日と同じ感じになるんですけど、はい、こちら。はい。そうですね、自律神経乱れてないってことで。はい。で、一つ一つのまた質問が出てくるんですけど、それは止めながら皆さんやってみてください。で、はい、まず、紙を用意して、紙とペンで、こちらのように、番号 A、B と10、1から10までの数字を書いていただいて、で、まあ、この10の一番下のところの、ここに、合計って書いておいてもらってもいいかなと。そうですね。はい。あと、足し算とか引き算とかするんで。はい、なんだかこの表を作ってくださいというのほどですね。はい。で、この表を作れない方は、まずちょっと、一回止めてやってください。はい。はい。じゃあ、行きましょう。作れた方、行きますよ。じゃあ、まず、第1問。はい。読んでいきますね、じゃあ。はい。睡眠についてということで、選択肢が4つあります。1番が、布団で横になれれば、ほぼすぐに眠れる。2番が、夜にしっかり寝ていても、昼間なんとなく眠い。3番、なかなか寝つけない。4番、寝つきが悪く、眠れても途中で目が覚める。この1から4、どれが今の自分に当てはまるかというのを、はい、さっきの表の番号の、ここですね。そうですね。1のところの項目の番号と書いてあるところに書いてください。はい。1問目がこちらです。こちらです。はい。はい、直感で選んでくださいね。はい。続いて。はい。仕事や家事、勉強について。これも選択肢が4つあります。1番、やりがいを感じ、それを結果に結びつけられると感じている。2番、億劫になって眠くなったり、なかなかやる気が起きない。3番、できなかった時のことを考えると不安なので集中して取り組む。4番、やれないことに対して不安を感じるが、なかなか取り組めない。これも皆さん、1から4、何に当てはまるか、今の自分がどれか選んでください。はい。はい。で、これは、2問目のは、ここの、ね、ここに書いてくださいね。この流れでいきますね。はい。しっかり一時停止で止めてもらっていいですからね。3番、食欲について。1番、時間が来ればお腹が減り、美味しく食べることができる。2番、すぐにお腹が減ってお腹が鳴る。3番、仕事なので集中していると空腹感を覚えない。4番、食べたくない、あるいはお腹が空いていないのにずっと食べてしまう。1から4のどれが当てはまるか、さっきの表のところの3番のところに書いてください。はい。はい。続いていきます。4番、食後について。1、胃もたれなどはほとんどしない。2番、食べてもすぐにお腹が減る。3番、食後によく胃もたれする。4番、食事の前後に胃が痛くなることが多い。これも1から4番を次は4のところに書いていただけたらなと思います。はい。次、5番に行きます。5番、何か解決すべきことがあるとき。1番、すぐに考えがまとまり行動できる。2、いつの間にか他のことを考えてしまい考えがまとまらない。3番、考え込んだり考えすぎて不安になる。4番、考えようとは思うが集中できずやる気も起こらない。さあ、1から4、どれに当てはまるか書いてください。はい。はい。6番いきます。はい。日頃の疲労度について、1番、それなりに疲れるが眠れば疲れが取れる。2番、すぐに眠れるが、昼間もなんとなくだるい。3番、疲れはなかなか取れないが、仕事なら頑張れる。4番、何をするのも面倒で、いつも疲れを感じている。さあ、どれでしょうか。まあ、この1週間でもいいと思います。うん。はい。はい、では7番いきます。7番、メンタルについて。1番、仕事中は気が張っているが、帰宅すれば切り替えることができる。2番、特にストレスを感じることはないが、ぼーっとしている方が多い。3番、一日中心がほぐれない。
4番、つい不安感や恐怖感を感じたり、考えるのが嫌で眠りたくなる。さあ、あなたの今のメンタルの状態はどれですか？はい、続いて8番いきます。手足の冷えについて。1番、どんな季節でも冷えは感じない。2番、冷えは感じないが、逆に手足がポカポカして眠くなることが多い。3番、お風呂上がりでも少し経つと手足が冷える。4番、寝つけないほど手足が冷たく、顔色も悪い。さあ、どれでしょうか？はい。はい。では、9番いきます。9番、体重増加について。1、長期間体重は大きく変動していない。2、ついつい食べ過ぎ、太りやすい。3番、ストレスのあるときは体重が増えやすい。4、ここ1年体重が5キロ以上増減した。どうでしょうか？どうでしょうか？では最後の質問です。はい。10番、今の自分について。1、やる気に満ち溢れ心身ともに幸福感がある。2、大きなトラブルなどもなく、どちらかといえば幸せだと思う。3番、日々刺激を受けることで充実していると感じる。4、漠然と不安感があり憂鬱感が取れない。どれですか？はい、もう本当今の自分でいいと思うので、今までの人生を振り返るとね、結構どの自分も当てはまると思うので。そうですね、はい、今の自分でお願いします。はい。で、今数字を書いていただいたと思うんですけど、番号のところに1から4の数字が全部入ってると思うのですが、はい、はい、そこの横に答えが1の場合は A のところに1点、B のところに1点、答えが2の場合は A のところに1点、B のところは0点。まあ、何も書かなくて大丈夫です。で、3の場合は A が0点、B に1点。4の場合はどっちもマイナスという形で点数を出してほしいんですけど、はい。こういう形です。なるほど。で、このように書いてから、最後の合計というところに、A の合計点、B の合計点を書いてください。はい。はい。これで、じゃあ、タイプが分かるということですね。はい。はい。そ早れ速、でそのは、タイプをいってきましょまず、こう。ちら。A、B ともに8点以上の方。これを一応アスリート型、交感神経も高い状態。一流のアスリートなどに多いタイプです。バランスの良い理想的な自律神経の状態です。さらに日中は交感神経が、夜は副交感神経がやや優位で、双方が穏やかに入れ替われば自律神経が整った状態と言えます。代謝血流も良いので太りにくいです。はい、ままあ、両方ともね、しっかあ、り働いてるという理想的な状態ですね。そうですね。はい。続いて。はい。A が7点以下で B が8点以上。まあ、B の方が高くて A が7点以下ということですね。ストレス型、交感神経が高く、副交感神経は低い。これは現代人に多いタイプです。心と体がいつも緊張した状態で、焦ったり何かに追い立てられているような感情を抱くことも、興奮状態のため、心臓が多くの血液を押し出しても、末端の血管が収縮していて、細胞に栄養が届きづらくなっています。過度に交感神経が高い状態が続くと、免疫力が落ちて病気になりやすくなり、高血圧、高脂血症、糖尿病のリスクも高くなります。便秘にもなりやすいです。ということで、これは交感神経が高い状態ですね。まあ、現代人に本当多いって書いてあると思います。本当にね、ストレス社会って言われてるんで、やっぱりすごい、このタイプの人は鍼灸治療しててもめちゃくちゃ多いと、多いですね。はい、感じるので、まあ、特に、そういう方にはこういった治療とかは向いてるかなと思います。ですね。はい、続いて。3つ目のタイプ、さっきと逆ですね。は A い。が8点以上で B が7点以下ののんびり型。副交感神経が高く、交感神経が低いという方です。こちらも副交感神経が高すぎる状態が続くと、免疫過剰となって、花粉症や喘息、アトピーなどのアレルギーが発症しやすくなります。また、エネルギーの代謝量が減少して肥満になりやすいのも特徴です。心臓の血液を押し出す力が弱く、血液がうまく流れないので、細胞まで栄養が行きづらい状態。常にのんびり気味、なかなかモチベーションが上がらないなど、やる気が起こりにくく、うつ状態になる恐れもあります。ということで、さっきの、なんかね、ストレス型の反対がいいように感じるんでそう、す良さそうに見が、えるんですけど、そういうわけではないと。ないということです。はい。副交感神経の方が高いのもあまり良くないようですね、これね。まあ、本当にアクセルとブレーキ、両方ともちゃんと効くようになっているのがとても大事ということです。じゃあ、最後いきます。最後ですね。
A、B ともに低い7.2か。これはお疲れ型といって、交感神経も副交感神経も低い状態です。体調が思わしくない、気分も沈みがち、疲れもなかなか抜けないと感じるかもしれません。血流も悪く、不眠や胃痛、肩こり、片頭痛など、あらゆる不調が起こりやすい状態。何をするにも面倒だと感じるようになります。早めの対策を。ということで、やっぱりどっちも低いのも、これはもちろん良くないということですね。はい。ということでね、ライブで皆さんと今回振り返りながらやってましたけれども、まあ、アーカイブで見やすくするように、今回はちょっとテンポよく紹介させていただきました。で、初めて見る方も、今の自分を知ることがとても大事なので、これもしかしたらね、日によって変わるかもしれません。そうですね、それは絶対あると思うんで。で、変わって当たり前なので、はい。それがね、今の自分を知るっていうのはすごい大事なので、簡単にできるチェック方法ですので、ぜひ活用していただけたらなというふうに思っております。また、この交感神経に対してのアプローチは、今後、鳥羽西のこのチャンネルでもどんどんお伝えできたらなというふうに思っておりますので、まあ、気になる方はまたこちらの動画にもコメントしていただけたらなというふうに思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。